はい、出来上がりです。はい。始まるよ。はい、今回は、焼き鳥の大盛り焼き鳥丼をやってみたいと思います。そのうち機会があったら外で七輪とか、炭火を使って焼き鳥焼いてみたいですね。
タレの方は濃いめが好きな方はちょっと火を弱火にしてじっくりタレをつけていいとやっていくといいと思います。はい、じゃあいただきまーす。まあ、すごいっすね。うお。
ちょっと分からないんですか。美味しいですね。